はい、はい、紹介します。04605のバックブレースですね。はい、これはまあウエストベルトなんですけど、まあ、こういったタグですね。はい、ウエストのベルトになります。でこれがメッシュタイプのベルトで通気性がかなりありますので、あの汗の滞留とかはですねかなり防げるんじゃないかなと思います。でこのバックの部分がこの尾底骨の部分ですね、保護できるパッドと、あとはこの縦のこの3本あるんですけど、このフレームが入ってますので、この腰のサポートに威力を発揮します。でサイドの部分、これサポートバンドですね、サポートベルト、これを持って締めた後にさらに調整するベルトですね。でこの一時ベルト、これが左右にありますので、かなりテンションのあるゴムですね。はい、こういうふうになっています。でこれを取り付けますと、かなりね腰痛持っている方とかすごくいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じでつきますね。はい、このサブバンドですね、さらに強くホールドできますので、一回締めた後にさらにギュッと腰のサポートが効くようになります。でなおかつこのパッドのところでプロテクション効果もありますので、尾底骨を保護するパッドに、はい、としての機能もするということですね。単純にサポート、腰のサポートだけではなくてプロテクション効果も発揮しますというところですね。でなおかつお見せした通りにかなり通気性に優れる素材ですので、はい、こちらですね、はい、快適性も高くて汗ばまない作りになってますので、はい、こういった商品も持ってますので、ぜひともご利用いただければなと思います。特に腰痛持ってらっしゃる方とかね、すごくいいんじゃないかなと思いますので、はい、ご参考いただければなと思います。そこで、はい、恒例のですね、こちらですね、ラベル SK605 ですね。でこれをこうやってかざしてもらえるとギリギリ出ますね、 OK ってね。はい、ちょっとかなり見えづらい部分があるので、慣れないと出せない方もいるかもしれないですけど、これあのロットによってね、このラベルの見え具合が違うので、ご心配な方はですね、その正規の流通ルートで購入しているのにもかかわらず、その OK マークが出にくいってものをもしお持ちでいらっしゃったら、あの我々の方でですね、ご心配でしたら確認させていただきますので、はい、というその偽物防止ラベルもついてますので、はい、こちら SK605 ですね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。